スノーマン・メグロレン、僕たちを必要としていない人もいるのも当たり前、ライブ生配信で心境を吐露。人気アイドルグループ、スノーマンが31日、YouTube 公式チャンネルでライブの生配信を行い、2024年2月14日にリリースされる最新の両 A 面シングル、ラブトリガー、ウェルゴートゲザーを初披露したほか、企画コーナーではメンバーが赤組、青組、白組、紅組に分かれてパフォーマンス、紅白裏の時間帯ながら120万人以上が視聴した。ライブの生配信はメンバーで話し合って開催を決めたという。渡辺翔太、31、は、この1年いろいろありました。皆さんに辛い思いをさせたり、楽しいこともあったり。僕たちがそういう表現を使っていいのかわからないけど、悔しい思いはありました、と心境を吐露。その上で、目黒蓮、26、は、俺らがやるべきことは何なのか、何のためにやるのか、と自問自答したことを明かし、僕たちを必要としていない人もいるのも当たり前のこと。